今朝入っているニュースをお伝えします。岸田総理が施政方針演説を行うえ、施政方針演説。裏金事件についてお詫び。ただし、具体的な法改正を語らず。離婚後も、父母双方の共同親権を選択できる民法改正の要綱案がまとまる。トヨタ自動車の豊田昭夫会長。 グループ各社で相次ぐ不正について陳謝中古車販売大手ビッグモーター社員逮捕街路樹伐採を指示した疑い九州大学箱崎キャンパス跡地の再開発計画開発事業者の公募に地場企業3グループが応募さてまずは。 国会に関してです岸田総理が衆参両院で施政方針演説を行いました各種一面で報じております、えー、その中で朝日新聞では総理裏金事件お詫び具体的な法改正語らずということで一面に載っております、はいえー、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる事件について 国民から疑念の目が注がれる事態を招いたことは極めて遺憾で心からお詫び申し上げると陳謝しました。再発防止に向けた具体的な法改正には言及せず国民の信頼回復への道筋は示さなかったというふうに出ておりますけども、はい、昨日の施政方針演説では、あの、信頼、 っていう言葉がまあ何回使われたかなっていうぐらい出てきてで,、ね、でなんかこうツッコミとセットになってるっていうか。<laughs> 今、大きく信頼が揺らいでいる。誰のせいだっていう、なんかそういう、<laughs> なんか。話 <laughs> そうでしたね。そういう、なんかね、大向こうから掛け声が返ってくるみたいな、それのセットになってましたけども、<laughs> まあ、それをどう回復していくのかっていうところで、はい、まあ、岸田総理がここに対して、この大きく揺らいだ、信頼を回復するために、どうしていくのかっていうところが問われている演説だ たんそこが一番国民も関心があるし大事なところですよね。そ,よねうん、そうなんですよ。なのに、そこに対して、その、まあ、お詫びをしたりとか、えー、これから、えまあ、頑張ります、みたいなね。そういうことは言うけども、<laughs> うん、じゃあ、こうしますっていうことは、具体的な方針っていうものは示されなかったっていうのは、ああ、うん、 というふうにね、思ってしまうところはありましたね。はい、え特にまあ政治資金規正法、これ改正するっていうところについては、この法改正については、各党、各会派との真摯な協議を経て、政治資金規正法改正など法整備を実施していく。 とととにどまったということで、まあ、こういうところにもっとこう踏み込んだ、ねうん、発言してほしかったけどね。一、ね、つでも具体案とかね、うん、ね何かが出れば違ったんでしょうけれども、ね。お金の使い道、これを透明化、きっちりやっていく。 そして、連座制議員の方も、責任をしっかり伴うような法整備をしっかり進めていきますとか、力強く言ってほしかったですけれどもね。そして、能登半島地震についてはですね、総理をトップとする、能登半島地震復旧復興支援本部の新設、新しく設置することを表明しまして、初会合を明日2月1日に開くということです。そして、まあ、岸田総理としては、新年度の予算案の予備費を 5000億円だったものを1兆円に倍増したことなどの実績を強調しております、えー。そして経済対策では賃上げを喫緊の課題と位置づけておりまして、まあこれから春闘がね、活発化していきますけども、うんうん、ここでのこう賃上げっていうのを働きかけていくということでした。はい、さて、えー、続いて毎日新聞の一面からですが、家族法制の見直しを検討してきた法制審議会の部会は、昨日、 婚姻中の父母に認められている共同親権を離婚した後も可能とする民法改正の要項案を取りまとめました。離婚後の共同親権が導入されれば、1898年の明治民法施行以降初めてで、離婚後の法制度は大きく見直されるということになります。 2月に予定されている法制審議会の総会を経て、えー、法務大臣に答申されて、政府は今回のこの通常国会に改正案を提出するという方針ですね。はい、で、この要項案ですけども、まず、これまでは法解釈に委ねられていた、この養育をする上で、子もの養育をする上で、父母が負う責務を明確化すると。うん、そして、親権の有無にあるなしに関係なく、父母には、 この人格を尊重して、子を、子供を養育し、子供の利益のために協力する義務があることを明記したと、うん。で、その上で、離婚後、共同親権の道を開いて、父母は協議して離婚する際に、離婚した後の共同親権か、単独親権かを選ぶことができるとしました。で、まあ、こういうことを言うと、 家庭内暴力とかね、DV があった場合とかどうするんですかっていうところも気になると思いますが、その家庭内暴力や児童虐待っていうのがあ,あるので、共同親権がふさわしくないケースを除外するため、家庭裁判所が判断の手がかりとする考慮要素も え、盛り込んでいくということですね。まあ、どうしてもこの親権をめぐってっていうのは、親の立場でこれまでずっとこう、やっぱり見てこられたところがあるので、まあ、子供の立場から考えると、親が離婚しようが何しようが、やっぱりお父さんであるお母さんであるっていうところは変わらないわけですね。基本としては。なので、まあ、そういうこう、幼児、あの、児童虐待とか、家庭内暴力とかっていう特殊なケースっていうのはちょっと除いたときに、 まずその子供の視点に立ってっていうところはすごく重要な視点なのかなと思いますね,すね、はい、さてトヨタ自動車というかトヨタグループをめぐって相次いで言えば不正が、ね、発覚しているわけですけども、はい、そのトップトヨタ自動車の豊田昭夫会長は30日昨日ですね名古屋市内で記者会見を開きましてグループで相次いでいる性能試験の不正について お客様の信頼を裏切り、認証制度の根底を揺るがす極めて重いことでお詫び申し上げると謝罪しました。会社を作り直すくらいの覚悟が必要だと述べ、自ら主導して企業風土の改革に取り組む考えを示したということですが、まあ、そのトヨタグループをめぐって、日野自動車、ダイハツなどがまあ、不正が相次いでいくわけですけども、やっぱりトヨタに物言えない、言いにくい、 やっぱそういうこう、社内的な風土っていうのが、まあ今回も、ええ、こういうこう、なんとか売り上げを伸ばしていくために、不正につながってしまったっていうところですよね。うねどう改革していくか。で、その一方でトヨタ販売台数世界一っていうニュースもあるんですけど、<laughs> この一件があってからは虚しく、このニュースも響きますよね。 さてビッグモーター社員、えー、逮捕ということで全国の店舗前の行動で街路樹が枯れたり切られたりした問題で川崎店に伐採を指示したとして社員の鴨原敏之容疑者を器物損壊容疑で警察は逮捕して、えー、逮捕したということですが伐採に関与した社員の逮捕はこれが初めてです。ねえねっえっって知ってて知るダザイあののこと <laughs> そのダザイじじゃゃなくてあ分かったじゃあ 普天満宮のことその太宰でもなくてえー、それ以外に太宰なんて聞いたことないしもうん、福岡市元芸人で一番の注目株の太宰だよ美女も最高ネタも面白いあー気になるー太宰の「危ないトゥナイト」「行かないとそうごはん」